のために買ってよかったものトップ10をご紹介します。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。そして子犬のマイティ5ヶ月です。愛犬リオ娘14歳は今探検中です。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こういった動画に興味があるよという方は画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。今日ご紹介するランキングは一般的な必需品、トイレシート、サークル、キャリーバッグなどを除いたものをご紹介します。10位からの発表です。10位、はかり。こういった感じのキッチン用のはかりですね。これはフードの量がその小さい時は結構成長とともに変わっていくので、フードの量を測ったりするのに毎日使っています。あとはつい最近までは本当に小さくて軽かったので体重計として使っていました。9番、泡シャンプーと吸水速乾のタオル。もうコンディショナーと一緒になったもので、泡のシャンプーがなんでいいかっていうと、すぐに泡立てる必要がないので時短になりますね。やっぱりね、来て早々はアクシデントとかも多いので、例えばお尻を洗うことになったり乾かすことも何度もあったので、ワンコに負担にかからないようにちょっとでも時短になるようにこの2つのアイテムがあると便利です。8番、お散歩エプロン。これは以前動画にもしているので気になる方はぜひ動画もチェックしていただきたいんですが、お散歩エプロンだと両手が使えるんですね。やっぱり子犬と夢のようなお散歩っていうわけにはいかないので、最初はね、あのお散歩の仕方もよくわからないので、スピードだったりまっすぐ行かなかったりあっちこっち行ったりとかね、いろいろ大変なんですよ。でましてやリオもシニア系のリオもいて子犬もいてっていう風になると、もう両手が使えるっていうのは本当にありがたいんですね。毎日のことですし、ちょっとでもそういった楽にストレスフリーになれるようなお散歩便利グッズです。7番、バリカン。これはねダックスなので、マイティはまだ毛がそこまでは長くないと思うんですけど、足の裏の毛をちょっとカットしたり尻周りの毛をカットしたりっていうのにすごく役立つので、まあ、そういったことも小さいうちから早めに慣れさせたいっていうのがあってバリカンを使ってます。6番、電動爪切り。こちらですね、こちらです。マイティの場合は家小さい時からいろんなことに慣れさせて、できればそういったケアもお家ですぐに簡単にできるといいなと思っていて導入したんですけど、普通のカットする爪切りはやっぱりあの動くしちょっと怖いなっていうのがあって、でリサーチしてたらこちらの電動爪研ぎ、これは爪をね削ってここが回るんですけど、シルバーの部分が回転して削っていくっていうタイプなので、まあ、切りすぎも避けられますし、まあ、その爪でガシャンって切るよりもはワンコに対しての衝撃も少ないかなっていうふうに感じます。で今日ご紹介するアイテムは全て概要欄の楽天ルームにアップしてますんで、気になったものがあればそちらもチェックしてみてください。5番、洗えるトイレシート。これはですね、普通の紙の使い捨てのトイレシートだと巻いて結構噛んだり遊んだりしちゃうんですね。で、まあ、一般的なのはそのメッシュのトイレトレーっていうのが一般的だと思うんですが、それだと、まあ、リオが小さい頃に使ったことがあるんですけど、お掃除が大変なんですね。網やみになってて結構網やみの部分も 2,3 ミリ厚みがあるので、そこの細かいところをきれいにするって結構大変でストレスだったんですね、お掃除が。で、まあ、今回洗えるトイレシートを導入してみました。またちょっと改めてこちらのレビュー動画も作ってみたいなと思ってるんですけど、こういった感じのものですね。で、私が使ってるタイプは洗うのも簡単ですし、お風呂で洗ってるんですけど、シャワーで水を流すだけでも結構簡単に汚れが浮き上がってきます。4番、ペット保険。マイティは来て早々咳、
あと血便があったんですね。なので病院にも何度か行ってるんですけど、やっぱり子犬の時はまだ免疫が弱いので、まあ、何かしら病院のお世話になる可能性も成犬に比べると高いので、ペット保険があるとすごく安心です。3番、歯ブラシ。先日自分で歯磨きする犬っていう動画もアップしたので、ぜひ見ていただきたいんですけど、今歯が痒いので硬いものを積極的に噛みたがるっていうのを利用して毎日歯磨きしてます。歯磨きに慣れさせるために毎日歯磨きしています。で、一番最初はあの360度ブラシがついてるタイプの方があんまり刺激が少なくていいかなと思って、それをマイキーは使いました。今は普通の形状の歯ブラシに切り替えをしています。2番、ハーネスセット。これはですね、マイティが悪いことをした時にタイムアウトって言って、みんなからその遠ざける一人の時間を設けるっていうのに使っています。で、やっぱりそれもハーネスも噛んだり汚れたりとかするので、まあ、それはお出かけ用というよりもはお家用で使ってるんですが、汚れてもいい安くて丈夫なものを使っています。第1位の発表です。1位はじゃん、コングです。こっちのベイビーコングももうボロボロです。こっちがボロボロなので、もうちょっと耐久性のあるもの、コングって色によって硬さが違うんですね。で、この黒はハードだっていうことで買ったんですけど、それでもね、もうガジガジです。もしかしてマイティは一般の子犬より髪力が強いのかなと思ってしまうぐらいです。このコングのこの穴にご飯を入れてあげて、長く噛んだりあのご飯を探して遊べるように、お家の中でストレス発散できるように使ってました。こっちはね、最近はこっちは弱いので、あのゴムがソフトなので使っていません。そのお散歩に行けない時期はもうカミカミストレス発散したいので、その時期はよくこちらを使ってました。今はこっちの黒のタイプのコングを使っています。やっぱりその噛み癖を直すにあたって、カミカミしたいっていう欲求を発散してあげるのも大事だっていう風に言われているので、やっぱりこういったその噛んでも大丈夫なおもちゃとかを使ってカミカミを発散させてあげるのがいいと思います。ただ見ててあげないと結構子犬は何でもかじって食べちゃうので、あの誤飲とかあると大変なので、おもちゃで遊んでる時は見ててあげるっていうのが重要です。特に噛んですぐ壊れちゃうようなものっていうのはあげない方がいいと思います。以上で子犬マイティのために買ってよかったものランキングトップ10でした。それでは See you next time!